皆様、またまたひょっこり。本日もせこちょなって。できると思えば必ずできるようになります。優しく、肩や手首の力を抜いて自信を持たせる会話に、低姿勢、謙虚を忘れてはいけません。低姿勢で、人と人のつながりやコミュニケーションも大切に、謙虚を忘れてはいけませんね。それでは、モーツァルト。フラット4つ、これもじっくりにらめっこ、ゆっくり練習すればナチュラルフラットフラットナチュラルシャープのお曲、何でもお任せくださいな。それまだまだ非常長参ります。それでは